神田に着いた。今日の大和千束ロークはここからスタートします。暑い、まあ、平日の昼間ですけど意外と人はいますね。夏結構混んでますね。夏真っ盛りやな。やっぱり神田はすごい有名な街だって。秋葉原のすぐ近くなんですよ。秋葉のすぐ近くなんですけど、歩いて秋葉に行けるぐらいの距離だけあって、もう結構やっぱり割と都会ですね。こういうやっぱり昔ながらのお店みたいなやつがありますね。さすが神田、歴史があるというか。結構ね、あの有名な三神社があるんでしたっけ。こち亀の知識でしか知りませんけど、なんか割と有名な神社があったりとか、歴史深い町ですからね。僕はよくあのこの辺でなんかあのアンダーグラウンドな買い取りをやってる店があって、何でも買い取ってくれる、どんなものでも買い取って金にしてくれるみたいなお店がありまして、もうなくなっちゃったのかな。そこにね、よくあの金に困ってる時行ってました。ありとあらゆるものを売っ払ってました。神社に行きたいですね。神田大明神だっけな、神田大明神があると思うんだよな。もう多分こっちじゃないんだろうな、絶対こっちじゃなさそう。あれ、あっていうか秋葉原駅やそれ。一応君、ふまきら、ふまきら屋さん。お、ふまきらの本社なんじゃないの。ふまきらって殺虫剤か。すげえ、ふまきらの本社です。え、そうなんだ、あやみそうなんだ。これ首都高ですね。皆さん、これがあの有名な首都高速道路です。東京、今、オリンピック期間中で1000円値上がりしていることでおなじみの首都高ですね。まあ、この動画が投稿されている頃にはもうオリンピック終わってんのか。そうですね、日本、冷やしたメタルになって。美味しそう。あれですね、売ってますね。これ買おう。よし。冷やし中華をゲットしました。やったぜ。涼しいところで食べよう。食えるところあるか。25分も、うん、あれ決まった。情報になってるやろ。だいぶ熱くなってるけど食べよう。いや、もう熱々でしょ。いただきます。うん、美味しそう。うん、うまい、うまい。なんか名物おじさんやな。すごいアングルだ。こんな格好でやってるんだこいつ。公園のど真ん中で食ってるな。端っこで食えよ。うまかった、元気出た。よし、これで続けられるぞ。とりあえず神田駅に戻るぞ。ということで神田駅に帰ってきました。そうですね、三の新橋か。なるほど、新橋五反田に行ければ完璧なんだな。 OK、 頼むぞ。これね、三が出れば新橋で行ったことない駅。しし、食べるか。3 3 3 3 3。惜しい、終わんないぜ。勘弁してくれ。確かにもう一周しないと新橋には行けない。浜松町に行きます。なんか海があるんだって。セミがすごい。知ってました、浜松町って海見れるんですね。ちょっと行ったらぜひ見たいっすね。浜松町ではモノレールがあるっていうイメージしかなかったんですけど、海も見れるんですね。モノレールのところで行ったら海だもんな。そうや、そういうことだ。え、どうやって行くんだ、どっちだ。わあ、港っぽい。海岸1丁目があるとかって言ったんだよな。芝1丁目、あれ違うのかな、別の方出ちゃったのか。旧海岸通りです。いやー、よかったよかった、見っかった見っかった。俺なんかちょっと潮の香りがありますね。じゃあこれは川じゃなくて海の一部が流れ込んでいるっていうことなのかな。この横にある水は、ほらやっぱお台場とか天王洲とかって書いてあるから、やっぱりこっちだよ。おい、これもはや山手線の域を超えてるだけだろうな。あ、見えた、あれだ。あ、ちょっとカメラには映らないかもしれない、僕の肉眼では見えました。やったやったやった、すごい景色、すごい綺麗。わあ、いいな、感謝してるじゃん、ビューが。あ、ロケーションいい、空が映ってるのか窓に、めっちゃいいや、夏の東京って感じですね。おお、おい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 。うわ、景色すげえ。
なんでさ、抜けって言うんですか、こういうなんか広がるやつ。わ、すげえ。うわ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 、空が綺麗やな、めちゃくちゃ晴れてるな、天気がいいからものすごい綺麗じゃないですか。あ、でも立ち入り禁止だ。え、立ち入り禁止ってマジ、すぐそこに海が広がってんだ。湾岸関係者以外立ち入り禁止。え、ここ入っちゃいけないのマジか。わ、不当なんで船止まってますね。うわ、すげー、見た気がする。入っちゃあかんのや。久しぶりに海見た気がするな。そっか、残念だな。東京湾っていうのをちゃんと見たことがなかったんですけど、マジでしっかりとした海ですね。これが日の出桟橋だ。これが日の出桟橋、水門があって、はぁ、じゃあもうこれは全部東京湾なんですね。海だ。おお、すげえ。いや、ひょう、あれレインボーブリッジかな、あそこに見えるの。あれの車通ってる、あそこレインボーブリッジかな。ってことは、あの台場かもってこと。ここ、わ、すげえ。めっちゃ綺麗ですね。あ、綺麗。いいな、すごい、ね、大阪にこんな綺麗なのないですか。すいません、バッテリー切れに気づかずしばらくしゃべってましたびっくりしました。あれ、あのあれですね、レインボーブリッジですね。お、はっきり、やっぱりこれがレインボーブリッジですね。ここはもう港、東京芝、東京湾芝浦サービスセンター。何が売ってんだろうね、多分ね、船乗れたりするんだろうか。食堂があるんだ。あ、なるほど。へえ、こういう施設もあるんですね。おお、すごいね。へえ、綺麗。あ、なんか船が進んでる。落ち着きますよね、やっぱこういうのって見ると。これ船に乗れたりしないのかな。いいな、今急に行って船乗りますって言うのか調べたところによると、ここで乗れるわけじゃなさそう。ここから水上バスに乗るためには浜離宮っていうところまで行かなきゃいけないことが分かったんだけど、浜離宮はここからだと徒歩3キロあるから30分40分かかる、死ぬ。歩きますよ。でも新橋からの方が近いから、新橋だと徒歩10何分とかやから、それにしよう。あ、次回心配してるな。その時まで楽しみにしていてくれ。楽な方に、楽な方に。タクシーで浜離宮まで来ました。やっぱりあの乗りたいということで。来た、タクシーこれ間に合うんかな、これ間に合うんかな、浜離宮庭園の水、結構距離あるんちゃうな。走ってんぞこれ、この真夏、この草地の中を。おい、浜離宮水上バスのことってどこだよ。準備運動とかするに走ってた。危ないですよ。おかしいよ。でもみんなは走ってると思えないぐらい手ぶれがないでしょう。すごいですね、 GoPro って。すごいですね、 GoPro。 確かに結構パタパタ走ってるのには。え、俺浜離宮庭園に行きたいわけじゃなくて、水上バス乗り場に乗り行けるわ。なるほどなるほど、それでいいから。浜離宮庭園に入る必要ないんだよな、事前予約制とかっていう。浜離宮自体はどうでもいいんだ。やべえ、時間がね、急いで、あと8分で出ちゃう。急いで、終わった。マジか、諦めたらダメですよ。水上バス乗り場みたいなところまで乗っけてもらったらよかったのに。違う、これを逃したらもうあと頑張れ、1時間ぐらいないんです。いけるいけるいける。そんなタクシーも乗ったのにダメだダメだ、間に合う間に合う。違う、待てよ、もうタクシーも乗ったんだから。無駄には強いタクシーが。うおー、急げ俺、死、やばい、死ぬ。心臓が痛い。体力ないな、ね、現在時刻15時8分、あと7分後に出る。頑張れ頑張れ頑張れ、あと7分、頑張れ頑張れ。これ嘘だろ、いや、あれだって通路じゃないよな。わあ、マジか、やっぱ浜離宮の中に入んなきゃダメだったのか。ああ、いや、そんなことある。ああ、無理だ、行こうもねえもんね、向こう側に。絶対に行けない。あ、泳ぎ渡らないといけない。マジっすかマジっすか。おい、浜離宮ふざけんなよ、マジで。一言か言ったか、浜離宮。はい、水上バス乗り場ここなので浜離宮の中から来てねーんって書いてあったが、おい、
マジか。あったんだ。あ、すごいガラガラで良さそうなのに。ああ。かっこいいなあ。この船いいな。出発やん。あ、出発どこ見えるやん。本当だ。誰も乗ってない。ガラガラの水上バスが。俺が乗る予定だった水上バスが誰も乗せないまま去っていく。歌詞みたい。いいやん。悲しい。見送る姿は悲しい。ほいでここどこだよ。すっげえ遠くまで来たけどよ。誰も人がいない。はい、疲れた。帰ってきたね。ということで JR 浜松町駅に着きましたので、ここからスゴロクをまた振りたいと思います。希望はもう5を出して、6分の1ですからね。それだけ5を出せば、こんな5を出せば20面台数が来る。おやったー。やりました。素晴らしい。やったー。よかった。コタンダに行きます。コタンダ行ったことないね。神はまだ見放しなかったな。よし。